はい、皆さんこんにちは、キノコマスターと申します。今南米のチリっていう場所にいるんですけれども、南米のいろんなところの綺麗な場所だったりとかっていうのをこの Vlog、ビデオブログを通じて紹介できたらなと思っております。まあ、今回はどこを紹介するのかということなんですけれども、ここバルパライソという場所に行ってまいります。バルパライソ、あんまり馴染みないかもしれないんですけれども、実は歴史とした世界遺産です。じゃあバルパライソどんな場所かというのを見ていただきましょう。バルパライソと向かうにあたり、まず地下鉄に乗りエスタシオン・パラヒートスへと向かった。エスタシオン・パラヒートスに着いたらバスに乗り換え1時間ほど揺られた。途中車へと乗り換え現地で有名な滝と湖へと向かった。友人の母が運営するレストランでごちそうになり、しばらく犬と戯れた後、当初の予定であったバルパライソと向かった。ぜひ次も楽しみにしていてください。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、あとインスタグラムフォローもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。また。